この俺を超えてみろ。簡単には超えさせないがな。誇りのないサイヤ人などに俺は負けん。ベジータさん、何もできなかったあの頃とは違う。父さんみたいにはいかないや。俺様はカカロットのように甘くはないぞ。さあ始めよう。オラも全力で生かしてもらうぞ。どうやらお前の実力は目いっぱいパワーを出してもその程度だったようだな。くそったれだ。俺を誰だと思ってやがる。僕の力はまだこんなもんじゃない。一つだけ教えてやろう。貴様を葬るのはこのスーパーサイヤ人ブルーだ。力逃げても無駄なのは知っているようだな。僕のフルパワーです。セルを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。俺様の力はこんなものじゃないぞ。本気で行かせてもらうぞ。先祖を殺してやる。本当に大切なものを守るには強くなくちゃいけないんだ。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。本気でいきますよ、ベジータさん。ガッ！
我が貴様の矢をおや、あなたでしたか。何かご用ですか。我が闇は光でさえも引き裂く。この世界ごと切り裂いてくれる。完全なる。これから始まる戦い、震えておる。浄化と安息をくれて。 安らかに何度でも浄化してやる。俺が早いだけ。君がやったの？ムカつくね。 混沌が貴様の翼をもぎ取ってくれよ。うん、あれ。 おかしなことが起こるものだ。人間が神に剣を向けると。俺はこの世を滑るもの。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。神とは何か、それは人ごときが答えにたどり着ける問いではない。神は永遠だ。それに歯向かうか。永遠たるものこそこの世で最も美しく強い。
絶望するがいい。これで終わりだ。くそっ。
ここで無様に果てるがいい。天王様食え、うん、こいつが先祖だ。奴は体力を消耗してんだ。リージョンで合体しなきゃとっても勝てる相手じゃねえ。正直言ってお前と再び融合する日がやってくるとは思ってもいなかったな。フィガーチャン！修行して強くなれ。俺はその強さをもう一歩超えてみせる。くそ。そう。神の領域を汚した報いを受けるだろう。数字では測れない得体の知れない力、俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ。待てたぜ、この瞬間を。今までの借りを返してやる。実力の差は分かっているはずだが、お前の闘志は揺らがないようだな。おめえじゃ俺には勝てねえ。この俺が振りほどけない。悪くない攻撃だって。あざになるかもな。ちょっと派手にやりすぎちまったかね。こいつの力はなぜ倒せない。最後の決着は俺につけさせてくれ。本当に民族が神の木をまとった姿がこれか。
かよその星から来たなんとかってやつだろうが、おめえが兄ちゃんだろうが関係ねえ。逆らう愚か者め、万死に値するぞ。宇宙の諸君、見たまえ。あれ、お父さんはすごいな。まだいたのか。君たちは邪魔だよ。オラも全力で生かしてもらうぞ。強い相手を求めて常に飢えているな。震えろ、俺の力に。ご飯、すまん。
今の僕のフルパワーです。君たちには限界がないというのか。 俺には勝てねえ。あんまりじゃねえかビルさん、まだ全力出してねえだろ。 破壊神に歯向かうとどうなるか君も分かっただろう。きっとイノシス様に追いつけたかな。ここまで登ってきた君の底力。 Yeah.
第八宇宙の破壊神リキール。持ち直したようじゃが、僕の手を使ってください。俺のもだ。カカロット、孫悟空の発生メッキがここまで。お前にとって特別な技なんだろう。
ほら、こんなにワクワクしたもん。Thank you.